ガリレオシリーズ禁断の魔術ガリレオ8禁断の魔術ガリレオ8は2012年10月15日に文芸春秋から刊行された東野慶語の連作推理小説ガリレオシリーズ第8弾短編集としては5作目極級ルと年春の2編は2013年にテレビドラマガリレオ第2シリーズで映像化された2015年3月10日に単行本 巨像の道化師、ガリレオナ,ナを再編集し、文春文庫版オリジナルとして、文芸春秋から発刊する際に、トーシス、極キ,キュール、年春の3編も合わせて収録された。残る、猛ーシャツは、は大幅に開講して、長編小説、禁断の魔術都市、2015年6月10日に、文春文庫版オリジナルとして、文芸春秋から発刊された。本作は、 シリーズ初となる、前編書き下ろしとなる。著者曰く、前作、巨像の道化師、ガリレオ7で、シリーズの短編は終わりと考えていたが、小説の神様の気まぐれを思い知らされた作品。当初は、巨像の道化師もこれまでの短編同様に5編、収録させようと考えていたが、湯川や草薙の人生や生活を積極的に書こうという思いから湧き上がったアイディアから、 巨像の道化師での4ペからさらに4ペ書き上がり、合計すると原稿用紙千枚以上の分厚い本になるため、本作と巨像の道化師の2冊に分けたという背景がある。当室は、湯川が投資能力を持つホステスにその力を披露されたら、どんな反応をするのかという着想から湯川が挑む謎が殺人に関係しなくてもいいと考えた末に出来上がった。他にも、 極級ルで湯川が殺人事件解決以外に人助けのために科学の知識を活かしたり、年春で湯川がこれまでの事件とは異なるアプローチをする様が描かれている。そして、モーシャツでは自分のせいで殺人犯になりかねない人間がいたら、湯川は,はどうするのかというアイデアから犯罪に手を染めようとする信頼する相手氏に対しての湯川の意外な行動が描かれる。 2012年10月25日に発表された10月29日付のオリコン本ランキングブック部門で4万6000部の売り上げにより首位を獲得。3月発売のナミヤ雑貨店の奇跡と8月発売の巨像の道化師ガリレオ7に続く首位となり一人の作家が発表した作品が3作連続の首位獲得をするのは今回が初となる。 草薙に連れられ彼の行きつけの銀座のクラブ、ハープに通った湯川は、そこで、ホステスの愛の接客を受ける。愛は、湯川に出させた名刺を見ることなく湯川の名字を、言い当てる、投資の芸を披露。一度は、コートの裏側の刺繍を見たと推理して納得した湯川だったが、帰り際に、愛が自分の名前や職業まで言い当てたため驚愕する。それから4ヶ月後、 愛子と愛もと美香が殺害された。草薙たちは顔見知りによる犯行として捜査に当たるが、美香は死者への同情を抜きにしても誰からも慕われる女性であり、トラブルといえば遠隔地に住むマま母と確執があったことくらいだったので、彼女を殺す動機のある人物の特定に難航してしまう。やがて草薙たちは、 ミカの足の指の間に付着していたタバコの葉っぱを手がかりに犯人を突き止め逮捕した。例の投資によってミカに横領を見抜かれたことが動機だったが、その投資のからくりがわからず、行き詰まった草薙は湯川に相談する。草薙から敬意を聞いていた湯川は投資の謎とミカの抱える一つの問題に光を当ててゆく。プロ野球選手の柳沢忠正の妻、太子が、 スポーツクラブの駐車場で撲殺された。捜査の結果、アイドルグループの追っかけに必要な資金繰りのために犯行に及んだスポーツクラブの元警備員が逮捕され、事件は解決した。しかし、太エは殺害される直前にデパートでオケ時計を購入しており、その購入目的には柳沢自身も心当たりがなく謎のままとなった。 野球選手としての限界を感じていた柳沢は、遺留品の受け時計を返却しに来た草薙に、話の流れで湯川を紹介され、湯川から科学的な監修を受けることに。その後、柳沢の様子を見に来た湯川は、彼の車から錆が出ているのを発見。その車が、事件当日に、妙子が乗っていたと聞いた湯川は、草薙や内海と共に太子の行動を調べ始める。 そしてオケ時計購入の背景にあった、妙子の思いが明らかになる。都内に住む女性が帰宅時に襲われ、意識不明の重体となった。これを最初に知ったのは、被害者、磯谷若菜の双子の妹である、三栗春菜だった。遠く離れた、長野の自宅で姉からのテレパシーで事件を知り、犯人の顔のイメージも受け取ったというのだ。 捜査報告書にテレパシーなどと書くわけにいかない。草薙都内会は、なんとか筋の通った説明をつけようと春菜を、湯川の研究室へ連れて行く。ところが、湯川は草薙たちの思惑に反して、本格的に、春菜のテレパシー能力の研究を始める。ある年の5月、一人の青年、小柴慎吾が理工学部物理学科第13、研究室を訪れる。慎吾は、 高校時代に、湯川から科学を学び、その魅力に感銘を受けて、デート大学を受験、合格を果たし、湯川の元へ挨拶にやってきたのだ。しかしその日、慎吾の姉が、都内のホテルで死亡した。約10ヶ月後の3月、一人のフリーライターが、殺害される事件が発生した。容疑者として捜査線に浮上したのは、湯川の教え子、小柴慎吾であった。 慎吾は姉が死亡した直後に帝都大学を退学し、金属加工品製造会社へ入社したが、警察が捜査を始めた直後に失踪していた。その後の捜査で、小芝慎吾が殺人を計画していることが判明する。しかも、殺人方法は、かつて湯川に教わった技術を改良したもので、すべては姉の敵打ちに起因していた。元の短編と開口長編との、 主な細分古化に際して大幅に開口して長編小説禁断の魔術とする際、単なる増補にとどまらない設定変更もた々、行われている。そのうち特に重要な変更として以下を挙げることができる。また、単純に増補した内容のうち特に重要なものには以下がある。ありがとうございます。